セビージャー、久保、合うと思いますかあでもぜ、インサイドハーグで使われるんなら、でも、ウィングでも張ったとこから仕掛けんの、ね、久保もできるしね。まあ、全然、スペインの中では、あの、ボール大事にするクラブだから、いろいろこうんまあ、ショニングと言い出したらキリないけど、悪くないんじゃないですかって感じですね。ロナウド・バイエルンみたいね。うん。そうなったら、普通にね、トップロナウドのトップ下、<laughs> ミュラーの、ミュラー・ロナウドって、で、左がマネになって、 まあ右がコマンニャブリで、まあ、左、マネとサナーのポジション争いになんのがね、なんかあれだよね、あの、マンジュキッチとロナウドうまくいった感じだったからさ、ミラー、ロナウドもうまくいきそうだよね、バイル行ったらね。あと、ミラー意外にクロスうまいからね、ロナウドに合わせるとか、あと、ロナウドはもう絶対センターバック引き連れていくから、もう真ん中使ったらオフザーボールで、そこに2列目から飛び込めるニャブリとかミラーの存在っていうのは面白いですね。 あの、デンベルをさ、どこも取らないから、デンベルもバルサー残りたがるんじゃないだってね、こんだけ契約延長先延ばししてて、普通なら他のところがいい条件出してきたら、他行くと思うんですよ。別にバルサーい語ってたみたいな選手じゃないじゃん。で、ちょっと調子良くなってきたかったりで、僕はバルサ残るみたいに言って、みんな別に無視してるみたいな。<laughs> デンベルはメンタルは子供ですからね。でも本当になんか、個人スキルみたいなのが髪がかかってるだけでね。デンベル自分が思ったよりオファー来てないらしいです。絶対そうだよね。 だから、自己評価高いから、普通なら、じゃあもう、原稿飲んで残りますけど、原稿はしたくないけど、残りたいんで、チャビさん、なんとか年俸上げるように、会長に言ってくださいっていう不思議なお願いしてるから、これ活躍してなかったら叩かれまくってますけどね。